古くから学生の街だった。数々の青春を知っていた。城跡の石段に腰下ろし本を読み涙する人もいた。そんな話をしてくれるコーヒーショップのマスターも今はフォークのギターを弾いて、時の流れを見つめてる。服装や髪型が変わっても若い子はいつの日もいいものだ。人生の悲しみや愛のこと打ち明けて誰も皆旅立った。そんな話をしてくれるコーヒーショップのマスターの枯れた似顔絵、私は描いて、なぜか心を休めてる。